内浦湾地震とは、2016年6月16日14時21分頃に、北海道南部の内浦湾を震源として発生した地震。規模は M5.3、最大震度は6弱。規模はそれほど大きくない地震だったが、震源が浅かったため、震源付近では大きな揺れを観測した。観測された震度が最大だったのは、函館市川9町。 6月20日の消防庁の報告によれば、函館市で軽傷1名、重火一部破損3棟の被害が生じていた。この地震の余震とみられる6月21日午前0時10分頃の地震の後、南茅部総合センターに川球町住民ら16人が避難した。気象庁はこの地震に対して、緊急地震速報を北海道の小島地方と胆振地方と日山地方と、 シリベシ地方と石狩地方、青森県の下北と38上北と津軽に発表した。震源の深さは 11km で発信機構は北東南西方向に圧力軸を持つ逆断層型。ハイネットによる初動会および F ネットの CMT 会によれば発信機構は横ずれ成分を含む逆断層型と推定されるとしている。 国土地理院の電子機準点のデータの解析では、本地震による優位な地殻変動は検出されなかった。本地震の震源付近ではこの地震以前からまとまった地震活動があり、地震活動は7月以降も続いた。過去にもこの地域では1978から1982年の函館沖、1995から1997年頃の マサキ沖と同程度の規模の地震がまとまって発生する傾向にあった。海上保安庁では14時21分頃の地震発生から3分後の14時24分に首相対策室、海上保安庁対策本部を設置15時までに準指定、航空機による被害情報調査指示の他各種協議、調査を開始し17時45分までにすべての協議、 調査を終了した。函館市川9町で、震度6弱、函館市とマリ町で、震度5弱などが観測された。函館市で、震度6弱が観測されたのは統計開始以来初。北海道でも、震度6弱が観測されたのは2003年の十勝、沖地震以来だった。震度4以上の揺れを観測した地域は、以下の通り。本地震は、 最大震度6弱を観測したが、強い揺れの範囲は狭く、最大震度を観測した。同じ函館市内でも函館地方気象台の計測震度は3であった。ありがとうございます。